404です。今回はこちらです。ミニひまわり2020 3回目です。今回は種をまいてから29日目までの報告をさせていただきます。ご覧いただいているのは種をまいてから18日目の映像です。ほとんどの芽から本葉が出てきました。背丈は大きいもので約4センチあり、植え替えはうまくいったようです。葉の広がりは約5センチありました。ひまわりの方も本葉が出てきていました。背丈は大きいもので約 6.5 センチ、葉の広がりは約7センチありました。そしてこの日は前回植え替えできなかったものを紙ポットに移植しました。いろいろ考えたんですけど、とりあえず紙ポットの状態にしておいた方が後々の植え替えが楽だなぁと思いまして、全部やってしまうことにしました。移植したものがこちらです。全部で10ポットできまして、すべて5番の芽でございます。ひまわりの方も移植しまして、新たに6ポットできました。というわけで最終的にミニひまわりが41ポット、ひまわりが23ポットになりました。次は種をまいてから24日目の映像です。本葉がさらに大きくなり、第2の本葉が出てきているものもありました。比較的暖かく天気のいい日が続いたので、ほとんどの芽が元気にまっすぐ伸びていました。背丈は大きいもので約 7.5 センチあり、またさらに伸びました。ひまわりの方も本葉が大きくなっていました。そしてなぜか一つだけ成長が異常に早いものがありました。平均的な芽の大きさは8センチくらいなんですが、この大きく育ったものは約15センチもありました。なんでこんなことになったんですかね。不思議です。そしてこの日は地植えする場所のレイアウトを考えました。その結果全部のポットを植えられることが判明しまして、結局すべての芽を動画内で育てることにしました。図で表すとこんな感じです。赤の四角がミニひまわり、青の四角がひまわりです。次はその翌日の映像です。ついに地植えしました。プレートの表には新しい番号、裏には親の番号を書きました。もうね、数がすごくて大変でした。しかも気温が高かったので、汗だくでの作業となりました。そして出来上がったものがこちらでございます。なかなかいい感じじゃないですかね。去年の反省点を踏まえて、間隔を広げました。間がだいたい40センチくらい空いてます。本当はもっと土地が広かったらもっともっと間を空けたかったんですけど、まあしょうがないですよね。今年はこれでいきます。そして新たな番号がこちらでございます。ミニひまわり、ひまわり合わせて61本となりました。こうやって見るとほんと引きますね。もうここまで来るとあとは水をまきながら様子を見ていくだけなので、そんなに大変ではないんですけど、問題なのは種の採取なんですよね。それを考えただけでゾッとしますね。まあちゃんと花が咲いて種が実った場合の話なので、この先どうなるのかわからないんですけど、やっぱり考えたくないな。次は種をまいてから29日目の映像です。またさらに大きくなりました。背丈は大きいもので約 8.5 センチありましたが、地植えの時点で若干深く埋めたので、実際はもう少し大きいと思います。葉の広がりは約12センチありました。ひまわりの方は大きいもので約 18.5 センチありましたが、これは例の飛び抜けて大きいものなので、平均的には10センチくらいでした。葉の広がりは約15センチありました。そしてこの日、悲しいことにミニひまわりの13番が枯れていました。
地植えの時点で成長が危ういなと思っていたんですが、やっぱりダメだったみたいですね。一応緑色の部分が残ってはいるんですけど、この先大きくなることはないと思います。残念ですね。この日は雑草を取っていつものように水を与えました。はい、というわけで今回は種をまいてから29日目までの様子をご覧いただきました。配置図を見てお気づきの方もいらっしゃったかもしれないんですけど、新たな番号の1番は鉢植えで育てていきます。こちらは去年の5番の種から発芽したものです。こちらも種をまいてから29日が経過した状態です。背丈は約 6.5 センチ、葉の広がりは約10センチと順調に育っているんではないでしょうか。こちらの鉢植えのミニヒマワリも去年の反省点を踏まえて去年よりも大きな鉢に植えました。なので今後もまたさらに大きく成長してくれると思います。まあいろいろ先のことを考えると不安になるんですけど、なるようにしかならないのでね、その時その時で考えて今は今でちゃんと見ていこうと思います。頑張ります。今回は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。